20立国日本、新しく生まれるテクノロジーを進化発展させ、日本の明日を担うトップランナーとこの国の明日を語る。この国の行く末2。今回のゲストは前回に引き続きゼネビックソリューション株式会社代表取締役社長小西亮介氏。高校時代は野球の強豪校報徳学園で甲子園を目指す。その後4年の浪人生活を経て慶応義塾大学総合政策学部に入学。データベース研究の第一人者日置康教授のもと、ビッグデータ解析システムGS8 を開発。入学からわずか2年8ヶ月でゼネリックソリューションを設立した。前回はGS8 によるビッグデータの活用法など大いに語り合った。この AI とこのビッグデータの解析をどう組み合わせていくか。ビッグデータ解析 AI 技術を使って、その技術を自動化をしていくと。反対に見せたくない情報っていうのもあったりするわけですか。本当は発生してはいけないような、在庫の機械損失がたくさんあったりとかですね、システム部門の方からするとですね、なかなか経営陣に報告ができないので。良すぎてダメなんですね。良すぎて。今回はビッグデータ解析の可能性、そして小西氏の異色の経歴に迫る。今注目されている、新たに導入してもらいたいなっていう分野はどこの分野ですか？そうですね、お仕事としては流通小売業界と金融機関さんで の取り組みっていうのが多いんですけれども、今後は医療ヘルスケアの分野で、いろいろな データを掛け合わせることで、医療行為の助けになるような取り組みをしていきたいなというふうに思っています。今お話の中にありました金融業界ですけれども、はい、この金融業界では具体的にどういう取り組みをされているんですか？そうですね、ここも金融機関さんがすでに保有されているデータの中からですね、隠れた利益を掘り起こそうということで、一つの事実を捕らまえてですね、いろんなお客さんの一人一人のニーズの発見というところにつなげていっています。具体的には投資信託などを通じてお客さんが資産を増やしたいといったときに、金融機関の担当者の方が、どのタイミングで誰にお勧めすれば、そのごニーズに応えられるかというところを、手助けするようなシステムを提供させていただいています。例えば住宅ローンなんかね、ある程度子どもが落ち着いてきて、そろそろもう部屋も一人ずついるかなとか、そうなってくるともうちょっと広い家に、そういう時に住宅ローンのボーンって来ると、今がお得ですよなんか来たらね飛びつきますよね、だんだん大きい商売になりますよこういうこのライフイベントを的確に掴んでいくっていうのをずっとこう取ってると、過去履歴を取るといろんなことが分かってくると。特に注目されているのが地方銀行ということですけど。そうですね、地方銀行の場合は、よりこう低コストで、すぐに使える技術ということで、そこに対して我々の場合は、すでに出来上がった製品がありますし、短い期間で効果を確認していただくというところが金融機関さんにとっていいことなんじゃないかというふうに思ってご提案させていただきます。我々の場合は自らそういうものを作り上げてきたけどね、そういう作れるところって、それだけ余裕のあるところはもう本当にないんですよ。そして、地方銀行の場合はやっぱり今特に収益性が非常に低くなってますから、こういうタイミングで大きな投資をして一からやっていくっていうのは非常に難しいと思いますね。ところが小西さんのところの製品は非常にもう使いやすい、すぐからでも使えるという部分があります。しかもお試しが何ヶ月か、そうですね、でやってみてね、損がなければやろうかということになりますよね、はい、東北最大の経済都市宮城県仙台市。この地に本店を構える七十七銀行、宮城県内を中心におよそ140店舗、東北地銀におけるリーディングバンクだ。
地方経済が衰退する中、七十七銀行では新たな成長ツールとしてビッグデータ解析に注目。ゼネリックソリューションの GS8 を導入している。実は以前システムの導入には二の足を踏んでいたという。やっぱり投資の費用というのはシステムの開発費用、それからそれに対応する作業の作業量ですね、地銀がですね、そういった大掛かりなシステムを単独で構築するというのはやっぱり投資効果が見えづらい中で、こういった分野に投資するには少しやっぱり勇気がいるところです。そこでいくつかのシステムを検討。中でもゼネリックソリューションの GS8 は他と一線を画していたという。それはお試し期間だ。投資効果が見えづらい中で、このゼネリックソリューションさんの提案の中にですね、結果にコミットしますというところがございましたので、いわゆるお試し期間という形で、このソフトに当庫のデータを取り込んでですね、ローンを借りそうな方、投資信託を買いそうな方、このソフトに予想をさせると。でそのリストを使って営業店の方々がアプローチをいたしまして、実際に制約にどの程度結びつくか、いわゆるトライアルという形でやってみました。思いのほかですね、やっぱり制約率は上がりまして、やっぱり過去のデータを蓄積していてもですね、なかなか行員がそれをうまく使えないということが考えられます。この結果をもとに昨年6月 GS8 を正式導入。このプロジェクトに携わるスタッフも確かな手応えを感じているという。実際にそのリストを使って営業活動してもらうんですけども、思いのほかお客さんの反応が良かったという声が結構来てまして、いけるとマジで感じ、まあ、我々もそうですし、実際営業店の営業担当の人間もそういうふうに思っていただけたのかなというふうには思ってます。やっぱ広がりですよね。こっからの元はいっぱいあるわけなんで、これをどうやって使っていくか、地方の地域のお客さんに、お客様に貢献できるものがあるのかというのを考えていかなくてはいけないと思います。どんどん今採用するとこ増えてますよね。はい、今銀行地域金融機関でいくと何個ぐらいになるんですか。そうですね、30にいかないぐらいだとは思いますけれども、そこまでね、はい、地域金融機関と関係持つっていうのは、まあ、それなりに成果があるから、ね、お試し期間に合格してるということですよね。投資信託が余計売れるようになったとか、ね、まあ、様々なことでそういう結果が出るんでしょうね。情報は集まってるんです、そうですね、だけどそれがただ集まってるだけでストレージされてるだけなんです。これをいかにデータマイニングしていくかと、ここがもう人もいなければ、もうそういう専門職の人ってほとんどいないですよ、地方銀行に、はい、人材がいない、そういうところに持ってこいのやり方なんですね。これまではそれを、まあ、データはあるんだけれども埋没してしまってたってことなんですね。もうそういうことですね。今後の経済成長の牽引役とされるビッグデータ解析、そのトップランナーとして注目される小西だが、意外な経歴が。高校時代は野球をされていたということなんですけれども、報徳学園に、去年はねベスト8で大盛り上がりでしたけれども、その際も自分でこういろいろ考える野球といいますか、をされていたというのはどういうことなんでしょう。まあ、そうですね、まあ甲子園にも、まあ、行きたいということで、まあ、頑張ってたんですけど、自分で自分自身の力を、まあ蓄えていこうってことで、みんな揃ってですね、朝練を朝早く来てやったりとか、まあ、夕方遅く残って練習するというよりはですね、まあ、自分一人で黙々と練習するというような形のスタイルを取っていました。それはちょっとやっぱり他の、まあ、球児とは違いますよね。まあ、全員野球っていうのを、まあ、志向してた、まあ、野球部でもありましたんで、
まあ、そういった、まあ、輪にきっちり入っていくっていうことが、まあ、大切っていうことは教えられてたんですけれども、まあ、なかなかそういったところが身につかずですね、苦労した部分はありました。僕も兵庫県出身だからね、彼と一緒で大徳のことはよく知ってますけど、はい、そんな自分の勝手なことなんかやれるようなああ野球部じゃないですよ。兵庫県西宮市にある報徳学園高等学校、小西が所属していた硬式野球部はこれまで春夏合わせて甲子園出場36回を誇る、まさに高校野球の名門校だ。昨年のドラフトで注目を集めた小園選手を育て、夏の大会ではベスト8にまでチームを導いた大角健二監督も報徳学園野球部出身、小西の一つ上の先輩にあたるという。そんな大角監督に当時の小西の印象を聞いてみた。正直プレーでですね、これといって目立った素質はあったわけではないとは思います。ただ淡々と自分のその体を鍛えるトレーニングですとか、あとはその自分のプレーもですね、大胆なこうメジャーリーガーのような、メジャーリーグが好きだったような記憶もあるんですが、まあ本当にフルスイングでですね、ちょっとその当時あまり見られないような、はい、普段の生活は本当に地道に努力を重ねてきてたんですけども、プレースタイルは結構大胆でしたね。はい、チーム一丸となって厳しい練習に向かい合うのが野球部のモットー。そんな中、当時の小西は少し異質な存在だったという。そうですね、その当時はやっぱり協調性はあったんかななかったんかなと、まあ、ちょっとつかみどころのないところだったんですけど、やっぱりでも努力する姿勢はちゃんと信念を持ってやってたと。自主練にしても自分で考えたことをきっちりやると言いますか、あ、我が道を行くタイプでした。はい、コンピューターどうこうっていうのは想像つきません、正直。はい、IT とかっていうのも想像つきませんけど、時代の最先端を行くというような、そういう心がけといいますか、先ほども言ったようにそのメジャーリーガーを意識したりだとか、自分がこうだと思ったことには本当に新しいことも取り入れていくという姿勢はありましたんで、まあ、そういう意味では彼らしいなと思います。知識教養を深めてですね、そういうような立場になるというのは、まあ、そこから先のすごい努力があったんだろうなということと、ここでこうへこたれないというような精神を養われたなと思います。どうですか、この野球少年は。まあ面白いんじゃないですかね。僕も反動精神旺盛だったし、合理的なものに対して非常に、まあ、評価をすると、だからそういう意味でも、まあ、今度は自分が主体的に、どんなことが本当にやりたいのか、どういうことを自分がやれば世のため人のためになるのかと、まあ、そういうことを挑戦していこう、まあ、そこから企業の心が芽生えていったんでしょうね。やっぱり高校時代にじゃあその原点といいますかスタイルがあるわけですね、ビジネス。そうですね、まあ、やはりこう自分で磨いたものはもう自分で評価してもらえるようなフィールドを見つけたいというふうな思いを持って、まあ、起業もしました。でも通じるものがあるっていうのはやっぱり なんかこう感じるわけですか、北尾さん。まあ僕も割合しつこい方で、成功するまでやるというぐらいのしつこさっていうか、はい、まあ、これ、GS8 も七転び八起きの8から来とんでしょ。そうですね、はい、だからこの人も しつこい人なんだろうなと思いましたよ。GS8 の8は七転び八起きの8で、まあ、過去うまくいったパターンをですね、まあ、ソフトウェア、まあ、パッケージにしまして、はい、どんどんソフトウェア自身もですね、研究開発として進化していくと。それ相当に転んだわけですか。そうですね、あんまりこう悪いことは覚えてないんですけれども。いいですね。高校卒業時には大学から野球推薦のオファーがあったものの、学問と野球の両立を目指し進学の道へ。その後4年の浪人生活を経て慶応義塾大学に入学。そこで人生の大きな転機を迎えたという。
大学でもまあ野球を続けようとは思われなかったんですか？そうですね、大学に入学した直後はですね、野球部に入部をしたんですけれども、どうでした？まあ、ちょっと少し練習も、まあ、きついというよりちょっと長かったっていうところと、慶応野球そうですね、あと、まあ、そうするともともと勉強して入ったっていうところ の知識とかそういうモチベーションもちょっと落ちてしまうなというところが、まあ、ありまして、一生涯やれるような仕事を、まあ、身につけるために大学入ったというところで、まあ、大学での勉強研究に専念しようと思って野球はやめました。でその切り替えといいますか、何かきっかけがあったんですか？そうですね、大学自体が1年生から研究室に入れるキャンパスでして、うん、大学の先生にですね、研究させてもらうっていうことを、まあ、チャンスをいただきまして、まあ、その中でですね、お仕事をいただき始めたのが、まあ、企業のきっかけになっています。もうすでにじゃあお仕事も始められてたんですか？そうですね、一番最初にネットスーパーの会社さんからデータベースを触らせていただきまして、当時ですね、アマゾンとかウォルマートとかこれ見た人これ買いましたっていう、こうおすすめ のエンジンで売り上げ上げてきたってことが注目されてた、まあ、時期でもありまして、まあ、ただこうネットスーパーでやるとですね、こうみんなにこう納豆とか牛乳とかちょっとアレルギー性のあるような商品をおすすめしてしまうっていう問題がありまして、まあ、そこをもう少し一人一人の嗜好性に合わせたおすすめをしてほしいってことで、はい、まあ、ご依頼いただき始めたのが、まあ、仕事 そのきっかけになっています。はい、でも起業しようと、もともと自分でものを作って広くいろんな人に使ってもらいたいと思って、まあ、大学にも入ったところもありましたので、まあ、チャンスをいただいたということで、まあ、よし会社にしようということで、まあ、企業も会社も設立いたしました。うん、ちょうどいい先生にも巡り合われたんだろうと思いますけど、そういう、まあ、出会いっていうのは、はい、運命的な、はい、まさに出会いだよね。あ、そうですね。小西の母校、神奈川県にある慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス。野球への思いを振り切った小西に、データ解析の奥深さ、面白さを教えてくれたのが、データベース研究の第一人者、清木康史教授だ。最初に彼のバックグラウンドを話されまして、ずっと長く野球をやっていた、うん、まあ、そのエネルギーは非常に高いものがあるので、ぜひそれを研究に注ぎたいと、まあ、こういう話をされまして、これは非常に力強いパワーエネルギーを持った学生だなというふうに感じました。彼の大きな興味は教育分野のシステムを作りたい、さまざまな教材のデータと個人の今までの勉強の進み具合に関するデータ、まあ、これを合体させて一番その個人に最適な教材を提供する。彼は自分で自分のことを進められる、まあ、こういう能力が非常に高いなというふうに当時から思っていました。まあ、これ今日につながっていると思いますね。この日キャンパスに小西の姿があった。あ、こんにちは。どうもこんにちは。実は小西は今も慶応義塾大学 SFC 研究所の研究員として、清木教授とビッグデータ解析の新たな展開について共同研究を進めている。それはかねてから小西が目指していた教育分野、さらには医療分野でビッグデータ解析を活用するための新たなアルゴリズムの開発。すでに国際学会でもその成果を発表している。私の研究室で学生諸君に伝えていた一番重要な言葉はビジョン、ミッション、パッションって言ってるんですね。まあ、非常に有効性の高い将来に向けてのビジョンをきちんと形成すること、次にそれを実際に実現するための仕組みを考える、これはミッション。それを支える基盤となるものはパッション、いわゆる情熱があることが必要であると。まあ、このパッションが一番強力かもしれませんけどそのパッションが一番、まあ、一番最初研究室に入った時には清木先生に、まあ、体力ありそうなんで頑張ってくださいというふうに言われた記憶があります。そんな小西が当時通っていた研究室に案内してもらった。どうぞ。
こっちは実験室、はい、小西くんもここでずっと学生時代は実験をしていました。ああ、こちらは大学院生諸君がいまして、皆さんだから後輩になるわけですね。あ、そうね、そうそう、彼女たちがちなみに入るのに何年かかりましたか？入るのに4年かかりました、卒業に8年私の研究室はあまりそういう滞在している年数とかあんまり考慮しておりませんで、研究の本質はいわゆる大きなインパクトのある成果を発信すること、まあ、ここにあると思っていまして、それを実現できれば何年かかっても構わない。先輩は8年かかって卒業されましたよどうですか？またどうして教育にこう原点に戻ろうと？あ、そうですね、やはりこう、前回研究室で研究してたのは、会社設立とともにですけど、10年ほど前ですので、当時よりもいろいろコンピューターの性能も上がっていますし、デジタル教科書が普及したりとか、電子黒板だったりとか、教育の現場もどんどんデジタル化されていくと、そういったところでもう一回注目されるような技術になるんじゃないかと期待をしています。この大会系から IT 企業、ね、珍しいでしょうけどね、でも、全てのことはそうなんだけど、いろんなこの失敗を重ね、そしてほんのわずかな成功が大きなものをもたらすわけでね、本田宗一郎がよく書に書いてたけどね、長い目で見たら、人生無駄なしと、まさにそういうことなんだろうと思うね。小西君がずっと積み上げてきたもの、これは浪人時代も含めて、それが全部土台になって、そして今日になってるんだろうと思いますね、ただ大事なことは、小西さんのそのさっきからの話をお聞きしてると、いろんなことに疑問を持ったり、これをどうしたら改善できるんだろうと考えたり、考えるっていうことを随分やる人だなっていう印象を受けましたね、これはね、ものすごい大事なことで、なんで自分は受験勉強失敗するんだろう、それ失敗をずっと集めて勉強の仕方を考える、これものすごい大事なことです。失敗してる人がなんで成功に導かれるのか、どういう勉強の仕方をしたらいいのか、そういうことも全部がさっきのデジタルになってくるとか、 e ラーニングになってくるとかするとね、いろんな情報が集まってくるから、そういう意味ではいいと思いますね。でもとっても人間的でいらっしゃいますよね。そういう面もあるね、顔見てもそういう感じでしょ、本当あったかい感じ、いい人そうですね最後に小西氏が描くビッグデータ解析の行く末を聞いてみた。これからはどういう方向に小西さん向かっていくんですか？やはりこう自分たちが作った技術っていうのを、いろんな業界とかいろんな業務に使っていただいて、こう自然と広がっていくような技術をさらに開発していきたいなというふうに思ってます。ヘルスケアの分野で、いろんなこう電子カルテだったりとか読影の画像のデータとかですね、そんなものをいろいろ組み合わせてですね、人の力だけに頼らずですね、機械の方がいろんな情報を組み合わせしたりとか、それを計算するっていう能力に長けている部分も一部ではありますので、そういった部分で貢献できるように、世の中にとって分かりやすい、技術開発を広げていきたいなというふうに思っています。ここ一つね、非常に長けてるのはこのアルゴリズムを早くから AI を早くから導入されて、これが機械学習でどんどん進化させる仕組みを作ったことです。僕はそういう意味でここの会社は面白いと思うんですよ。すごく勉強になりました、あんまりこうビッグデータっていうととても難しいものかなというふうに感じてたんですけれども、もうちょっと身近なものなんですね。そうですね、目指すところは小西さんもそうですね、企業に使っていただいて、そこで価値を生むというところが、ビジネスの中心になっていますけれども、直接、生活者一人一人に、情報を届けられるような仕事に発展させていきたいなというふうには思っています。三方よしですよ、企業もいいし、個人もいいし、小西さんもいいと思います。みんなハッピー、エブリバディハッピーになるわけですね、ビッ
ックデータ、なんかどうしてもこう遠い存在のものだと今までは感じてたんですけれども、近い将来本当に入ってくるものなんだなということを実感しました。個人のレベルでもそうですし、企業のレベルだと今からもう取り組まなきゃ、もう競争に負けますよという世界ですね。もう今すぐ、もうそれぐらい危急な問題に企業側にとってはなってますよ。でも本当に小西さんはすごく心いっぱいといいますか、なんか人間的にこう一生懸命データを扱ってらっしゃるんだなということがひしひしと伝わってきました。そういう感じだね。だけど一番大事なことはね、やっぱり七転び八起きの名前に八をつけるぐらい、チャレンジ精神と、それから何があってもふと不屈のこの奮闘努力するという、そういう部分が彼の最大の財産じゃないですかね。でこれは物事を成功させるときに非常に必要なものだと思いますね。チャレンジ、する、そして結果失敗する、これの方がね、チャレンジしないままでいるよりはるかにいいです。一回転んだ方がいいんですね。そう、これから私も思います、